秋の奉納舞踊公演、本日は瑞慶院両門へようこそのお参りでございます。私は瑞慶院の福井と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日はまずこのような公演を開催するに至るまで、ご尽力を賜りました坂東勘次郎先生、有馬和子先生、ご関係者の皆様に心より感謝申し上げます。少しだけこのお寺瑞慶院の話をさせていただきますと、創建は今から530年前、室町時代まで遡りまして、西暦でいうと1492年に、港区芝にございます大本山増上寺、この塔頭として開山されたお寺でございます。ですので、明治時代までは芝の今の芝公園になっているところにお寺がありました。江戸が終わると増上寺の敷地が随分狭められましたので、その関係をもってこの地へと移ってきたわけでございます。この建物が両門という名前を冠しておりますのは、この瑞慶院をその室町時代に建てられた初代のご住職、この方のお名前が天陽良門上人、良門さんという方なんですね。皆様にから向かって左手に一際古いお像がございまして、あのお像はその当時良門上人がご住職としてこの瑞慶院を建てられた室町時代に作られたお像として、今日まで受け継がれたものでございます。なかなか江戸時代には大きな火災ですとか東京大空襲で何度も寺は、焼失してしまっているんですけれども、古いお像、あと昔からある阿弥陀様、もう少し小さな阿弥陀様がいらっしゃるんですけれども、は守られて今日までこのように受け継がれて、おります。そんな見栄えで今日はこのように、奉納公演をしていただいておるわけですけれども、この、舞というかですね、舞踊というもっといろいろ幅を広げますと歌舞伎や能とございますけれども、過去に遡っていくと誰がその舞というものをしていたのか、どうやらお坊さんが最初はねしていたそうなんですよね。世界を見ても神様仏様へ捧げる踊りというのは数多くございます。ですのでこのような舞台でその舞を収めていただくというのは、何よりもご本尊の阿弥陀様は喜んでおられることと思いますし、またその舞を収められる方々にも大きな功徳が積まれることではないかと私も大変喜んでおります。今日は月影というお話をさせていただこうと思っておりますけれども、昨日の見事なお月様、ご覧になりましたでしょうかね。十三夜の月、この旬の食材にちなんで、または栗名月、豆名月などというふうにも申しますけれども、秋のお月見といえば十五夜、中秋の名月が有名ですけれども、その中秋の名月に次いで美しいお月様がこの十三夜の月というふうに言われています。十五夜ほどなぜその月をめでるのかという文献が多く残っていないので、諸説ありますけれども、昨日の月を見上げた時になんと美しいお月様なんだろうと、理屈はどうあれこの季節このお月様に心を奪われた、それは平安の世から今より1000年以上昔から日本人の心に染みついている思いなんであろうなと、そんなことを思った次第でございます。浄土宗を開かれた法然上人のお歌に次のような歌がございます。月影も至らぬ里はなけれども、眺むる人の心にぞ住む。月影の至らぬ里はなけれども、眺むる人の心にぞ住む、こんなお歌なんですけれどもね、どんなことをおっしゃっているかと言いますと、月影、これは月の光そのものを言っております。月影の至らぬ里はなけれども、お月様の光の届かない里はないんです。どんなに山深い道であろうと、里の外れであろうと、お月様は分け隔てなくどんなところでも照らしているんですよ、ということをおっしゃってるんですね。
この月様のことは何を指しているかというと、こちら目の前におられる阿弥陀様の慈悲の心、その御光のことを言っているんですね。我々はいつもそのようにして阿弥陀様、仏様に見守られながら生活をしているけれども、なかなか毎日過ごしていく中で、あ、神様、仏様が私を守ってくださってるんだろうなと、そんなことを実感したり深く考える機会というのはどうしても少ないですよね。ですので、夜道を歩いているとき、また道に迷ったとき、真っ暗闇なはずなのに、どこからともなく自分の行く先を照らしてくれている光がある。その光は何なのであろうかなと見上げてみると、空に煌々と輝くお月様がいるんですね。それが今の歌の下の句の方に通じる、眺める人の心にぞすむでございます。眺めてみて初めて自分の心の中に、あ、いつもお月様はこのように行く先を照らしてくれていた、だから道に迷わず先に進んでいくことができるんだなという感謝の思いが湧いてくるんですね。月影の至らぬ里はなけれども、そのようにして眺める心があって、初めて心の中に理解できる、住まうわけなんですね。でこの最後の住むという言葉がまた深くてですね、ただただそこに住まうだけではなく、その月様の光に感謝を申し上げる、まあ、浄土宗でいうと南無阿弥陀仏というお念仏を唱えする、これは阿弥陀様に全てお任せしますと、そんな意味なんですけれども、そのお念仏を申し上げていく中で心が澄み渡っていくの住むなんですね。心を浄化させていく、心がきれいになっていく、そんな意味合いがあります。今日はあいにくの天気で、お月様を仰ぐことができませんけれども、昨日が十三夜ですので、明日は、中秋の名月の次の十五夜が参りまして、満月の月が浮かぶ予定でございます。今のところ天気予報では晴れの予定ですので、空を見上げて、お月様が自分を照らしてくれていたら、そんな今のお歌をね、思い出していただきたいと思うんです。皆様はいろんな信仰をお持ちでいらっしゃると思いますので、阿弥陀様と限らなくてもいいんです。自分をいつも見守ってくれている存在がいる、それが神様、仏様、それ以外でもよく思い起こしてみてください。家族が見守ってくれていたり、また先生が見守っていてくれたり、ベッドが見守ってくれていたり、我々はたくさんいろんな人々にね、見守られているんですね。今日もこの後2つの公演舞台がありますけれども、一生懸命努力して今日の日を迎えたことと思います。その努力の姿もいつも見守ってくれている。人が見ていないからといって自分の偽りの姿を出そうとすると、それも見られているんですね。いつも何かに見守られ、見られている、そんなことを忘れずにですね、お月様を見上げた時に思い返していただけるとよろしいかと思います。月影の至らぬ里はなけれども、眺む人の心にぞすむでございます。どうぞこの後も引き続き奉納舞踊公演お楽しみください。ありがとうございました。